橋本キャンの呪術プリスト。はい、橋本キャンです。はい、ムカピンです。はい、今回も前回前々回に引き続き SJF のランキングサークル東京、こちらの方見ていきたいと思います。はい、橋本キャンの呪術プリスト。この番組は株式会社ムンディヘロ、金属工事呪術一式一徹、イサミラスコンチャス、以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。引き続き4月18日東京墨田区の墨田区総合体育館で行われた SJJJF ランキングサーキット東京2021の試合を見ていただきます。見どころはどんなところでしょうか。はい、今回はですね、村田組の試合を見ていただくんですけども、非常にね、熱戦続きの好勝負続出です。こちらの方ぜひぜひ注目してください。はい、 VTR スタート。アダルト紫部オープンナイト1回戦、小林純也対村瀬和明です。はい、黒い道着が小林純也、アレストラ八王子ですね。対する村瀬和明、エクストリーム呪術アカデミーです。この階級はね、3人の重い戦だったので、この2人がまずは1回戦で対戦ということになっております。はい、さあ今このね、ガードワークしているのがこの小林純也、はい、このパレスの八王子ってことでね、ラペラガールとの第一人者ゴール田辺の指導を受けているということで、やっぱラペラのね、使い方が非常に巧みですね。そしてね、もともと柔道でも非常に強い選手だったということなので、立ち技もできて、ガードワークもラペラガードを意図していると、非常にね、個性的な選手ですね。はい、村瀬和明、エクスリーム呪術アカデミーということでね、はい、白い道着、ちょっと今もうスイープ、そしてマウントまで入ってしまいましたね。やっぱこれはね、イゴール頼みもよく使うテクニックですよね。はい、まさにイゴール直伝のラペラガードですね。さあ、マウントを取られた村瀬、はい、ちょっとここで動きが止まってしまいましたが、ちょっとね、ここで何かを、はい、一回体勢、そうです、何かをしないといけない、戻さないといけないんですけどもね、なかなかちょっとマウントを取られてね、動きづらい部分もあるんでしょうけども、ただこのままだったらね、相手がね、攻める一方になります。あ、そして締めが入って1本5分26秒、はい、締めで一本勝ちの小林純也、決勝戦進出を決めております。はい、アダルト紫部オープンライト1回戦、ダニエル浜崎対村瀬和明です。はい、ダニエル浜崎、今ね、非常にノリに乗ってる選手ですよね。カルペディエム三田のインストラクター、もともとはね、カードストレーター DJJ 浜松、それから豊橋、愛知県豊橋のエボックス、そして今は上京してカルペディエムと行き着いておりますダニエル浜崎。この腰の動きが非常にいい、はい、やっぱこういったね、瞬発力のね、強さがありますよね。やっぱ若さ、はい、勢い、瞬発力、こういったところがいいよね。やっぱりこの思い切りがいいのがこのダニエルのね、ポジティブポイントじゃないでしょうか。はい、さあ、もうサイドポジション取ってますよ。ダニエルはトップゲームがね、非常に強いんでね、テイクダウンも強いですし、パスガードも強い、そしてサイドからのアタックもありますよ。さあ、このニューンザベリー、これどうだ。相手の肘を持って手首を決めたモンジバカ、1分14秒、一本勝ちで決勝戦進出ですね。
はい、アダルト紫織りオープンナイト決勝戦、小林純也対ラニーの浜崎です。はい、この2人はね、階級別のワンマッチ決勝戦でも対戦して、ダニーロが勝利しております。そしてこの大会の前の大会ですね、SJJJF のその ASJJF ですね、上位組織である ASJJF、はい、東京スプリングでも2度にわたり対戦して、ダニーロが勝利しております。ということで、この試合は4度目の対戦になりますね。毎回毎回階級無差別で戦ってます。さあ、そしてこれは今度はダニーロが下になりましたね、さあダニーロのガードワークはどうか。さあ、これはね、ちょっと新しい展開になってますよ。さあ、カラードラッグは不発。さあ、クローズガード、ダニーロはね、この小林純也のね、ラペラガードにいつも苦戦してますから、ラペラガードを取られてしまうと動きを封じられてしまうので、そこは何としてでもディフェンスしないといけないダニーロ。この仕方、クローズガードからのねアタックなので、クローズは割らないといけない、そして小林はこのクローズを入れてる間にラペラを引き出したい、さあダニーロはね、まずはガードを割らないといけないんですけども、さあこの強靭なポスチャー、このね姿勢を崩さないあたり、非常にね強靭なフィジカルを感じさせますね。さあ、小林ラペラを引き出しましたよ。さあ、これを巻くことができるかどうか、ダニーロもね、この隙間を作るとねラペラを巻かれてしまうので、そこはちょっとディフェンス、まあこれはもう分かってますよね、ダニーロもそれは分かってる。あ、そしてこれはまた巻かれますよ、巻かれるところなんですけども、巻かれる前に動けるかどうか、さあちょっともうこれはもう巻かれてる状態でしょうかね、ちょっとお互い黒い道具なんでね、ちょっと見づらいんですけども、あ、一応巻いてはいますけども、固定はできてないかどうか、けどこの状態でもちょっとダニーロのね動きはちょっと動きづらいところになりますからね。さあどうだダニーロ、小林純也もね、もう過去何度も対戦してますから、ダニーロ対策はできると思います、さあここで上になればポイントが取れるところなんですけども、どうだ、ラペラ外しましたね。さあ、ここまでいったらちょっとダニーロのペースだ。今のパスはポイントになってませんね、ないポイントなし、さあラスト残り1分の声、いやこのタックルも、しんどいところから仕掛けていきますよ。さあまだタックルがっぷりといって、これ切れるかどうか、そしてこのタックルだ、さあ逆転のタックル入りましたよ、さあこれでねタックル入って、これもう抑え込めばもう勝ちですね、残り時間も少なくなってます、さあここでねポジションをキープし続ければいいんですけども、さあ残り時間も試合少ない、やっぱねダニーロのねこのトップキープは非常に強いですからね、非常にね、接戦を制したダニーロ、これでね小林純也に対して4連勝ですね、ダブルゴールドおめでとうございます。カルペディウム三田の浜崎です。
まあ、今日の試合なんですけど、まあ、純也君と2回決勝で当たって、まあ、結構厳しい試合が続いて、無差別の決勝ではやっぱりワンルーチもらってて負けてたんですけど、やっぱり諦めない心が大事だなと思って思い切ってタックル入ったら倒すことができたんでとても良かったです。まあ、みんなのサポート、やっぱり家族とかチームみんな友達 のサポートがあっての勝利なんで、みんなこれからもよろしくお願いします。応援ちょっと欲しいんで僕はよろしくお願いします。はい、紫帯の試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、小林純也対ダニーロ浜崎のね連戦、そしてダニーロなんと2連勝で、前回大会に続いて4連勝ということで、もうダブルゴールド、2大会連続のダブルゴールド、非常にね強いダニーロ浜崎、今最も勢いがある紫帯だと言っていいんではないでしょうか。はい、 CM です。呪術プリスト、呪術プリストセレクション、今回紹介する商品はこちら、リバーサルとディズニーのコラボ T シャツです。ミッキーが釣りしてますね。こちら、ドナルドと一緒に船釣りしてるデザインと、こちらはミッキー一人で釣りしてますね。釣り針の部分が手になってて可愛いデザインとなっております。こちら色は白と黒の2種類、サイズは S から 2XL サイズ、お値段は税込み6600円となっております。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、今回も SJJJF ランキングサーキット東京2021の試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、この SJJF ランキングサーキット、まあランキングサーキットということでね、この大会で勝った選手たちにポイントが与えられて、それが年間を通してのランキングのサーキットになってますね。そして2021年度が終わったら、この3ポイントによって年間スポンサー選手が決まるということで、これからもねこのランニングサーキット各地で行われるので、そちらの方もねフォローしていきたいと思っております。はい、地元ケアの呪術プリスト、この番組は株式会社ムンディレロ、金属工事呪術意識一徹、イサミガスコンテス、以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、地元ケアの呪術プリスト、また来週お目にかかりたいと思います。さよなら、はい。